はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。シティーズスカイラインライブ配信始めていこうと思います。スイッチで配信を行っております。2日後の21時から YouTube でこちらの様子アーカイブ配信しておりますので、お待ちください。スイッチでもアーカイブ残します。スイッチ、ライブ視聴アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Please Twitch Live Watch and My Account Follow and チャットコメント Please。 YouTube チャンネルサブスクライブの and Good ボタン Please。 Twitterアカウントウォッチ&アカウントフォロープリーズ。はい、ということで、ツイッターのアカウントフォローもぜひお願いします。さてですね、非常に人口は少し増えているんですが苦戦しております。工場の需要がありますね。こんな感じですか。ロケット作ってか本当に赤字が多いよな。勝ったり負けたりだな。維持費がすごいかかりすぎるよな。ちょっと心配ですね。災害率が結構高まってるな。ショーホーム作ってあげましょう。どこがいいんだろう。お、結構いいみたい。災害率も見てください、ちょっとずつ減ってますね。警察も作らなきゃな。災害作るか。
え、何これセーフティータウン中継検知ゲットってなってます。小学校がなちょっと不足してんな。小学校全然ないんだよ。一応は高校は これなんだろう。これは高校だな。施設の充実もしないとダメです。駅がありますね、ここに。さあこっちにも作れるんだ。行き止まり？
水はどこにも大丈夫なんだろうな。騒音がなんかやかましいと言われてます。間違えた。そっちゃダメ。こっち側からこう行くところに関しては住宅地作ってもいいんじゃないかな。こっちの住宅地を作ってもいいと思う。岩を潰せっていうことか。だから感じかな。
じですね。なんか果樹園がかなってますね。工場地帯が人は足りない言われてますね。しばらくは工場地帯やめとこう。開発は。人手不足なんだろう。まあ遠いからなんだろう。ここで、歩道を作ってあげましょう。
て、時間不安ですね。なんで公園も敷いてあげましょう。
地域なの？違ってるよな。足りないって言われてます。住宅地がないからな。感じか。え、いや、違う違う。
設中だ。ここで、税金を元に戻してあげる。ということですね。今需要としては、まあ、安定してからにしよう。以前に比べたら住宅需要もなんか心配いらないみたいだが、まだ人口が足りないよな。あと気になるのはここの渋滞具合だよな。もちろんここの船がやってくるからなんだけど、一応足りることは足りるけどな。状態状況はちょっと気になりますね。バイパス作った方がいいのかな。こっちの高速からこう入ってきてんだよな。
すごい渋滞なんだが。なんでダメなんだろう。これで何とか合流できないのか。
と地下鉄は入らないんで、こことここの区間の地下が入らなければそれでは OK のはず、まあ、地下2階にしちゃえばいいんだけどな。電車が大量に行き交ってますね。そうかな、右に曲がる車は結構渋滞はあるってことか。負けたんじゃないの、多分。負けた。いえ、世間に負けた。あらら。大学の下を通過しているわけですね。結構この左右に行く道路が多いんだ。この橋を通っていく道が交通需要が増えてきたような昔と比べて、こっち側に向かってる感じがある。で、この高速道路をつなげてもいいかもね。忘れていた。
店があるからな。全然まだ大丈夫。天気はまだまだ大丈夫だし、接待率がちょっと高いのは気になるけどな。あ、ここそんなにないんだ。消防本部作ってあげましょう。どこがいいんだろう。あ、でもここでいいや。おお、なんか大満足ですね。俺はそんなに満足してないけどな。車かな。日本庭園か。いや、目印ですよね。
まあ、ここすごい、繋がるんかな。繋がってそう。やっぱり右折の悩みが問題だよな。あれでもさ、それって普通に考えたら、だとどうなる？
まだ右に曲がるルートは多いみたいだよな。あ、ここに入る道もな。生徒数が少ないな、まだ。まだな、もうちょっとだ。だんだんお金が減ってきてるな。全然来ないな。全然バス、来ないんだろうな、車が。なんか待ち、もしかしてルートがおかしい。いや、そういうことはないよな。あ、ここがダメなんだ。
で一通の場合も一応あるんだな。路面電車付きの一通の道路って渋滞はマシにならないかな。普通に入ってきてるから。まあ、しかしここで渋滞改善しても。ここが改善しないんだよな。地下がないか。右に曲がるやっぱり交通が多いよな。すごい渋滞ひどいんだ。仮にこの渋滞収まっても次ここが問題になってくるな。がこっち側もやっぱり道がひどいよな。渋滞が
絶対的な交通量がちょっと多すぎる感じはする。地下鉄があって、地下鉄の駅があるんだが、直通はしてるんだが、船が原因なのかな。ここからもう渋滞が始まってるんだよな。もうちょっとだ。それなりにね、住宅は乗っけてるんだけどな。ちょっと観客も増えてきた。
ましょう。満足してる。一応全地域にこの満足度は及ぶんだよな。住宅作ったからあれなんだけど、変えよう。この辺も足りない。直送は問題ないな。Thank you.
とは学校なんだよな。まあ大学がちょっと足りない以外はまあ大丈夫か。撤去したいんだが、どうやって撤去できる？だんだんお金が減ってきてるし、人口もな減ってきてるよな。たくさん輸出してる。ここどこだ？
そう。あ、そういうことか。ってことは太陽光じゃなくて太陽光まああれないな。これよ、石油のやつ。脚路じゃなくて、全然客がい、客じゃないわ。あれが出てこないや。試合中なの。頑張れって。ちなみに映すことってできるの？サッカーしてる感じはあんまりないな。あ、いやでもやってることは、あ、終わった？負けた。残念。負けてるな。
ました。完全に右に曲がるからな。で、右に、でも右に曲がった道を解決したからといって、結局ここがあるからな。
行くとやばいな。電気代が結構高くかかるな。まだ余裕はあるな。
こもあるのか。これでどれぐらい減る？あんまり減らない。だいぶ予算が減った。住宅地しか満足度が上がらないんだ、これ。ってことは住宅地を近くに病院建てないとそんなに意味はない。
はまあでも皆さんに聞いてほしくないな。平均健康度はちょっと下がってるな。あ、なんか電気が足りない言われてるよ。なんでなんで？電気が足りなかったり足りなくなかったり、ああ、なんだろう、救急車のルート？あ、っぽいな。あ、歩行者のルートも見えるんだ。
電車から降りてアクセスしていく人もいるんだな、病院へ。今度は何だ？バス？病院だよな。もやってくんな。
あるんだけどな、病院には。見てみると、これ地下鉄の列車待ってるな。
と病気が多すぎる、多くなってきたな。名前いたした空港が投入できる。ポーツもあるんか。病気とか死者とか多いからな。予算を上げよう。なんかどんどん人が死んでる。実質住んでない人が結構多いよな。
Thank you.
人死んでるよね。しましたね。やりました。もうちょっとですね、ロケットの発射までは。高度も落ちてるしな。
だまだだから霊柩車が止まらないな。地的にも他に予算を増やしやなきゃいけないかもね。あと、あ、もうちょっとだな。これ発射したら終わりましょう。
これは参ったな。移動できるんだっけ。移動はできる。設置費用っていうのはかかる。勝手に消えた。あとはそのマシになったかな、病気も。もうちょっとやな、発車まで。少しずつだけど人口は増えていってるね。Thank you.
ちょっとな。が上がるはずなんだよな。もうどうよ。チクチク。まだ赤字だよな。ここまでとしたいと思います。今回は病気、終始病気で苦しめられましたが、ある程度やっぱり医療を充実させないと結構死体で埋まっちゃうっていうのが分かったんで、そうなると廃墟になっちゃうんで、thank you.
なるべくですね、健康はようやくプラスになりましたが、を重要視してやっていくことが大事だなとは思いました。バランスの取り方難しいですけどね。ようやく黒字にすることができました。やっぱり健康が一番ですね。元気があれば何でもできるってことで、健康に気をつけながら、なるべく死体が残らないように、病院及び病院及び焼却炉作っていって、やっていければなと思います、はい、今回はここまでとなります。見ていただいてありがとうございました、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ツイッチのライブ視聴、アカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。Please Twitch my live watch and アカウントフォロー and チャットコメント please。あさっての21時に YouTube にアーカイブ上げますので、ぜひ見てください。 YouTube のチャンネル登録、高評価もお願いいたします。 YouTube アーカイブウォッチ&チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。ツイッターもやっております、チャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセスの上、まだお方フォローお願いいたします。ツイッターマイアカウントビジット&アカウントフォロープリーズということで、
ティーズスカイライン、ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。